ステージの外観演者のカーテンコール、オペラ座の怪人は、フランスの作家ガストン・ドゥルーの小説、オペラ座の怪人を元にしたミュージカル。アンドリュー・ロイド・ウェバーが音楽を、チャールズ・ハートが作詞を、リチャード・スティル・ゴーが補作を担当し、ロイド・ウェバーとスティル・ゴーが共に脚本を表した。醜い音楽の天才による不思議な力に取り付かれる、美しいソプラノ歌手のクリスティーヌ・ダーエーを中心に、 描かれている1986年、ロンドンのウエストエンドで、1988年、ブロードウェイで開幕した。1986年、ローレンス・オリビエ賞、1988年、トニー賞ミュージカル作品賞を受賞し、タイトルロールを演じたマイケル・クロフォードが、オリビエ賞及び、トニー賞のミュージカル男優賞を受賞した。2位以下を大きく引き離して、 ブロードウェイ史上最長のロングラン公演作品となっており、2012年2月11日、史上初のブロードウェイ公演1万回を達成した。ウエストエンドではミュージカルでは、レミゼラブルに続き2番目のロングラン作品であり、全作品中では、ネズミ取りに続き3番目のロングラン作品である。ブロードウェイでの興行収入は8億4500万ドルで、 ライオンキングについで2番目に高く、世界中での総合興行収入は、史上最高の56億ドルであり、オペラ座の怪人が、最も経済的に成功した、エンターテイメントイベントとなっている。2017年現在、ウエストエンド、ブロードウェイ双方で公演中であり、27カ国145都市1億3000万人以上が鑑賞した。2019年時点で、 全世界での観客動員数は1億4500万人を上回る。オペラ座の怪人は豪華な衣装や舞台装置に大金をつぎ込むメガミュージカルの先駆けとして1986年10月9日、ロンドンのウエストエンドのハーマジェスティーズ劇場で上演され、1988年1月26日にはニューヨークのブロードウェイでも上演が始まり、 大ヒットとなった。ロンドンでは、レ・ミゼラブルに次ぐミュージカル史上第2位の22年、ニューヨークでは21年の史上最長ロングラン公演記録を現在も更新している。東京でも1988年の4月に劇団式が上演を開始した。日本でも上演劇場を変えながら断続的に長期公演を行っている。 19世紀末のパリ、オペラ座が舞台。パリのオペラ座の地下に住み、劇場関係者から恐れられている怪人と、怪人に歌手としての素質を見出されレッスンを受ける、コーラスガールのクリスティーヌ・ダーエーと、その幼馴染で新たにオペラ座の講演者となった、ラウル・シシャクの三人をめぐる三角関係のストーリーが描かれる。ルルーの原作の雑多なストーリーを借り込み、 登場人物を絞り込んで、怪奇者でありながら、怪人を中心とした、ラブロマンスに焦点を当てている。ロイド・ウェバーによる流麗な音楽、豪華な舞台衣装や、美術、鮮やかな舞台転換などが、多くのファンを引きつけている。ロイド・ウェバーが、当時ミュージカル俳優としては無名だった妻、サラ・ブライトマンを、ニューヨーク・ブロードウェイの俳優協会の反発を、押し切って主役に抜擢。 音域も彼女に合わせたものとされる。ちなみに、彼女はこの年のトニー賞主演女優賞を逃しているが、これは俳優協会からの反感の現れとも言える。彼女を世界のトップスターに押し上げた作品でもあり、ラスト近く、クリスティーヌが指輪をファントムに返しに戻るシーンなど、全編ブライトマンへのオマージュにあふれている。1984年、ロイド・ウェバーは、キャッツ、 ソングダンスの共同プロデューサーのキャメロン・マッキントッシュに新たなミュージカル制作について連絡を取った。ロマンティックな作品を望み、ガストン・ルルーの小説、オペラ座の怪人を提案した。二人は1925年のロン・チェイニー主演映画、オペラの怪人と1943年のクロード・レインズ主演映画、オペラの怪人を鑑賞したが、 どちらの映画も舞台界の現実味を感じられなかった。その後ニューヨークで、ロイド・ウェバーは、ルルーのオリジナルの古本を見つけ、ミュージカル化のインスピレーションが湧いてきた。当時私は他の作品を書いていたが、私は壮大なロマンティックストーリーを書こうとして、行き詰まっていた。私がこの仕事を始めてからずっとやりたかったことだ。そして怪人がそこにあったのだ。 ロイド・ウェバーは、ジム・スタインマンの暗く脅迫的な歌詞を気に入り作詞を依頼しようとしたが、ボニー・タイラーのアルバムに専念するため断られた。その後アラン・ジェラーナーが採用されたが、その直後病気になり降板せざるを得なかった。マスカレードなどの曲に関わったがクレジットされていない。スターライト・エクスプレスの作詞家、リチャード・スティル・ゴーが、この公演のオリジナルの曲のほとんどの作詞を行った。 当時ほぼ無名の若い作詞家、チャールズ・ハートが後に歌詞の多くを書き直した。しかし最終版では、スティル・ゴーのオリジナルの歌詞もいくつか残った。1976年のケンヒルによるミュージカル、オペラ座の怪人の一部から着想を得て、ロイド・ウェバーの曲は時々オペラ的スタイルであるが、全体的にミュージカル的な曲が主流である。本格的なオペラ的曲は主に、 アンドレとファーミン、カルロッタ、ピアニなどの脇役のために作曲された。彼らはまた、ハンニバル、イルムート、怪人の作品、ドン・ファンの勝利など、劇中のオペラに出演している。ここで、ロイド・ウェバーは、ジャコモ・マイア・ベアからボルフガング・アマデウス・モーツァルトや、ギルバート・サリバンまで様々なスタイルのグランド・オペラを模倣している。これらは主にミュージカル調に使用され、 劇中劇であることを明確にするためセリフが入ったり、それなりのアクションが取られたりする。後半に登場する怪人のオペラのドンファンの勝利の抜粋は不協和音の現代音楽であり、当時としては前衛的すぎることを意味しているとされる。マリア・ビョルンソンは舞台装置とマスカレードのシーンでの成功なドレスを含む200着以上の衣装をデザインした。シャンデリア、 地下のゴンドラ、螺旋階段を含む彼女がデザインした舞台装置は様々な賞を受賞した。キャバレー、キャンディード、フォリーズ、ロイド・ウェバーのエビータを演出したハロルド・プリンスが演出を担当し、キャッツの副演出及び演出のジリアンリンが舞台監督及び振り付けを行った。1985年、ロイド・ウェバーの家のあるシドモントンでコルム・ウィルキンソンが 怪人役、サラ・ブライトマンが、クリスティニ役、クライブ・カーターが、ラウル役に配役され初のプレビュー公演が行われた。初期の上演だったため、改編されていない、リチャード・スティル号のオリジナルの歌詞が使用され、ホワット・ハズ・タイム・ドーン・ツーメ、ペーパーズなどこの時に使用された曲名の多くは後に変更された。怪人のオリジナルの仮面は、顔全体を追っており、 役者の視界を狭め、声をこもらせるものであった。ビョルムソンは現在この作品の象徴ともなっている、半分の仮面をデザインし、また、仮面のない場面を追加した。このプレビュー公演の模様は2004年の映画版の DVD に収録された。1986年9月27日、ロンドンのウェストエンドにあるハーマジェスティーズ劇場にて、 ハロルド・プリンス演出の元プレビュー公演が開幕し、10月9日、正式に開幕した。ジリアン・リンが振り付け、マリア・ビオルンソンが装置デザイン、アンドリュー・ブリッジが照明を担当した。マイケル・クルフォードがタイトルロールを演じ、サラブ・ライトマンがクリスティーヌ役、スティーブ・バートンがラウル役を演じた。この公演は、現在もこの劇場で上演中であり、 2010年10月23日に上演1枚会を迎え、ロイド・ウェバーやオリジナル怪人役、マイケル・クルフォードなどが出席した。ウエスト・エンド及び世界で、レ・ミゼラブルに次いで2番目に長いミュージカルで、ネズミ取りに次いで3番目に長い舞台作品となっている。2011年10月1日、2日、ロンドンのロイヤル・アルバート・ホールにて25周年、記念公演が行われ、 世界中の映画館で生中継された。キャメロン・マッキントッシュがプロデュース、ローレンス・コナーが演出、ジリアン・リンが舞台監督及び振り付け、マット・キンリーが装置デザイン、マリア・ビオルンソンが衣装デザイン、パトリック・ウッドロフが照明デザイン、ミック・ポッターが音響デザインを担当した。ラミン・カリム・ムルーが怪人役、シエラ・ボーゲスがクリスティーヌ役、 カドリー・フレイザーが、ラウル役、ワイン・エヴァンズが、ピアンギー役、ウェンディ・ファーガソンが、カルロッタ役、バリー・ジェームスが、ムッシュ・ファルマン役、ギャレス・スヌークがムッシュ・アンドレ役、リズ・ロバートソンが、マダム・ジリー役、デイジー・マウッドが、メグ・ジリー役に配役された。ロイド・ウェバーと、クロ・フォードや、ブライト・マンなどのオリジナルキャストが出席した。2012年2月。 DVD とブルーレイがリリースされ、2012年3月、PBS のグレートパフォーマンセズで放送された。2012年3月、25周年を記念して、ローレンス・コナー演出の新たなプロダクションが、ロイヤル・プリマス劇場からイギリス及びアイルランドでツアー公演をはじめ、マンチェスター、ブリストル、ダブリン、リーズ、エディンバラ、ミルトン・キーンズ、カーディフ、 サウサンプトンで上演した。ジョン・オーエン・ジョーンズとアール・カー・ペンターが怪人役、ダブル・キャスト、ケイティ・ホールがクリスティーヌ役、サイモン・ベイリーがラウル役に配役された。1905年、オペラ・ポピュレールにて、舞台用小道具がオークションにかけられる。年老いたラウル・シャニュー・イシシャクが競り落としたロット665は、猿の形をしたハリコのオルゴールである。 彼はそれを見て、悲しげに彼女の言った通りだと語る。続く、ロット666は古びたシャンデリアで、競売人は、謎に包まれたオペラ座の怪人にまつわる、変わった出来事と関係するものだと説明する。シャンデリアが登場するとその輝きを取り戻し、不思議なことに浮かび上がって、観客席上部の元の位置に戻る。同時に時は戻り、 1880年代の最盛期になる。1881年のパリ。オペラ座のソプラノのプリマドンナであるカルロッタが夜、公演のリハーサルをしていると何の前触れもなく舞台背景が崩壊する。怯えた出演者たちは怪人の仕業だと囁き合う。オペラ座の新しいオーナーのフェルマンとアンドレは、この出来事を意に介さないが、カルロッタは、続行を拒否して慌てて、 舞台を降りる。オペラ座のバレエのリーダーであるマダム・ジリーは、フェルマンとアンドレに、著名なバイオリニストの孤児で、スウェーデン人のコーラスガールであるクリスティーヌ・ダーエが、よく稽古を積んでおりカルロッタの歌を歌うことができると、語る。他に休援する以外の案がなく、しぶしぶクリスティーヌに歌わせてみると、驚くべきほどこの役に最適であった。大成功のステージデビューの後の舞台裏。 クリスティーヌは、親友のメグに、ミステリアスな音楽の先生は見えない、音楽の天使であることしか知らないと語る。天才的な音楽家としての才能を持っていた、怪人は、楽屋の裏にその姿を隠しながら、自らを、音楽の天使と称して、クリスティーヌに歌を教え始めたのである。怪人の指導によって、ただのコーラスガールだった、クリスティーヌの歌の才能は開花し、ついに、 プリマドンナの地位を手にしたのである。オペラ座の新しい講演者のラウル・シャニュイ施策は、クリスティーヌが昔よく遊んだ幼馴染みだと気づき、舞台の上で輝くクリスティーヌとの再会に一気に心惹かれ、舞台の後食事に誘うため楽屋を訪れる。クリスティーヌは亡くなった父親が幼い頃の自分たちに語った音楽の天使のことを思い返し、 音楽の天使が自分の元に訪れて歌を教えてくれたのだと信じる。ラウルは迷信だと笑い、クリスティーヌをディナーに誘う。しかし、その夜クリスティーヌはラウルではなくファントムを選び、ラウルは鏡に映った音楽の天使に嫉妬心を抱く。クリスティーヌは音楽の天使に姿を見せてくれるよう頼み、怪人は喜んでクリスティーヌを隠れす無チカに招き入れる。 地下の湖を横切り、オペラ座の下にある隠れ家に向かう。怪人は自分の曲を歌わせるために、クリスティーヌを選び、彼はその崇高な声で彼女を魅了する。クリスティーヌは、ウェディングドレスを着た自分に似たマネキンを見つけると、そのマネキンが突然動き、クリスティーヌは気を失う。怪人はクリスティーヌを抱き上げ、ベッドに優しく横たえる。怪人が、 オルガンで作曲をしているとき、クリスティーヌは、猿のオルゴールの音で目覚める。クリスティーヌは、怪人の背後に忍んで仮面を外すと、怪人の素顔が現れる。生まれ持った顔の危険のせいで世間から迫害され、母親からも見捨てられて孤独だったのだ。怪人は、クリスティーヌの好奇心に怒り、悲しげに普通の顔への同型と、オペラ座のコーラスガールであるクリスティーヌへ、いつしか、 恋心を抱くようになったこと、そして、クリスティーヌから愛されたいという気持ちを語る。舞台係のチーフである、ジョセフ・ブケは、マダム・ジリー同様怪人について詳しく、オペラ・ゴーストの話及び彼の投げ縄術について着ゃす。マダム・ジリーは、ブケに辞める、よう注意する。マダム・ジリーは、マネージャーの事務室に、怪人からの手紙を届ける。怪人は、新しいオペラ、 イルムートの主役をカルロッタではなくクリスティーヌにしなければ想像つかないほどのひどいことが起きると記した。フェルマンとアンドレは激怒してカルロッタを主演のままにする。しかしカルロッタが演じていると怪人はカルロッタの声をカエルの鳴き声に変える。幕合で観客を楽しませるためのバレエ上演中、恐ろしい影が背景に多数現れ、突然、縄につられた武家の死体が 天井から落下する。フェルマンとアンドレは、怪人の悪魔のような笑い声を聞き、周りの人々に落ち着くようなだめる。混乱の中、クリスティーヌは、ラウルと共に、屋根の上に逃げ、自分も殺されるのではと不安にかられ、怪人との地下での密会について明かす。ラウルはにわかには信じられなかったが、愛を誓い、いつでもクリスティーヌを守ると語る。クリスティーヌは、 自分の欲する自由な夜の訪れない世界を与えてくれるラウルと婚約をする。二人の会話をこっそり聞いていた怪人は悲しみに打ちひしがれる。怒りでラウルに復讐を誓い幕が降りると同時にオペラ座の巨大なシャンデリアが落下する。六ヶ月後、仮面舞踏会の最中、赤指病の仮面の衣装を着た怪人がシャンデリアの実験以来初めて姿を現す。 驚く参加者を前にオペラ、ドンファンの勝利を作曲したことを発表する。ラウルと婚約したクリスティーヌを主演として、すぐに制作に取りかかるよう要求し、これを保護にした場合は、悲惨な結末が待っていると警告する。怪人は、クリスティーヌの婚約指輪を奪い、炎と煙と共に姿を消す。ラウルは、マダム・ジリーに、怪人の蘇生について尋ねる。マダム・ジリーは、 怪人は、素晴らしい音楽家及び魔術師で、生まれつき恐ろしいほど、醜い顔をしており、見せ物小屋の巡業から逃げ出し、行方をくらましていたのだと仕方なく答える。リハーサル中、ラウルは、ドンファンの勝利開幕時に怪人が現れると見越して、この機会に警察及び怪人を捕らえようと、計画するが、そのことに反対するマダムジリーと対立しオペラ座は、分裂状態に。 クリスティーヌはラウルへの愛と怪人の指導への感謝の間で揺れ動き、父の墓を訪れ教えおこうと、怪人が音楽の天使を装って登場する。クリスティーヌは怪人の魔力に落ちそうになったが、ラウルがクリスティーヌを助けに登場する。怪人はラウルを罵って、炎をたむけ、クリスティーヌはラウルに自分を連れて逃げるよう頼む。激怒した怪人は墓地に火を放つ。 警察に囲まれたオペラ座にて、ドンファンの勝利がクリスティーヌとテナーのウバルドピアンに、主演で開幕する。デュエットにおいてクリスティーヌは、ピアンギとではなく、怪人と歌っていることに気づく。怪人がクリスティーヌに愛を伝えて、指輪を渡すと、クリスティーヌは仮面を剥ぎ取り、怪人の醜い顔が現れて観客は驚愕する。ピアンギが、舞台裏で窒息死しているのが発見され、 怪人はクリスティーヌを連れて舞台から逃げる。怒ったメグは皆を引き連れ怪人を劇場中探し、マダムジリーはラウルに怪人の地下の隠れ家を伝え、怪人の投げ縄に気をつけるよう警告する。隠れ家でクリスティーヌは人形のウェディングドレスを着るよう強制される。ラウルが到着すると怪人は投げ縄でラウルを捕まえる。怪人はクリスティーヌに、もし自分と一生ここにいるなら、 ラウルを助け、逆にこれを拒否すれば、ラウルを殺すと語る。クリスティーヌは怪人に醜いのは、顔ではなく魂だと語る。しかしクリスティーヌは怪人を哀れに思いキスをする。怪人は、生まれて初めて優しさと哀れみに触れ、クリスティーヌとラウルを解放する。クリスティーヌは指輪を怪人に返し、怪人はクリスティーヌに愛を伝える。クリスティーヌは泣きながら、ラウルと共に出ていく。 怪人は涙を流して、ソファにうずくまり、マントで身を隠す。人々が隠れ家になだれ込み、メグがソファに近づきマントを剥がすと、そこには仮面だけが存在していた。クリスティン役は、通常、二人の役者によって共有される。正規の女優は週に六公演を担当し、もう一人は残りのに公演を担当する。この歓迎は、 ロンドン公演とブロードウェイ公演のオリジナルキャスト、サラ・ブライトマンから始まった。これは、サラがロイド・ウェバーによりエビータのオリジナル公演に出演予定になっていたためで、表向きは役柄の清涼的限界のためとされた。週22公演を担当するダブルキャストなしでクリスティンを演じることが許された唯一の女優は、ロサンジェルス公演におけるオリジナルキャスト、 デール・クリスティンだけであった。コッペンハーゲンやブダペストの公演のように、一部の公演版では、ファントム役も習慣ダブルキャスト性を用いている。怪人とクリスティーヌの両役ともに、劇中に置いて、大役を利用する場面がある。最初の場面は、クリスティンが怪人とともに、鏡の中に入っていくシーンである。ステージ上を下手から上手に向けて走っていく場面が、大役である。 次の場面は階段を下っていくシーンであり、本物の役者たちはナンバーの最後、ボートに乗って現れる。また、この場面における怪人とクリスティンの歌は、各公演版の必要に応じ、事前に録音されたものとなる。メジャーなプロダクションのオリジナルキャストを一家に示す、ほとんどのプロダクションにおいて、クリスティン役はダブルキャストである。後者の女優は、週2回、 例えばブロードウェイでは木曜イブニングと土曜うチネで演じられる。オリジナルラスベガス公演において怪人、クリスティーヌ、カルロッタの3役はダブルキャストで交互に出演していた。後にブロードウェイ公演同様、クリスティーヌ役以外はシングルキャストで演じられた。スコアには27ピース、13ピース、45ピース版が存在する。 ブロードウェイでは29ピースで演奏しているオリジナルのロンドンキャストをはじめ、オーストリア版、オランダ版、ドイツ版、日本版、スウェーデン版、韓国版、ハンガリー版、メキシコ版、ポーランド版、ロシア版、カナダ版などのキャストレコーディングが制作されている。1986年のオリジナルロンドンキャスト版は1987年にポリドールレコードからシングル CD、 ハイライツフロムザ・ファントム・オブ・ザ・オペラと2枚組 CD、ファントム・オブ・ザ・オペラがリリースされ、どちらもアメリカで4倍プラチナ認定された。イギリスでも2枚組が3倍プラチナ認定された。カナダ版はカナダ国内で2倍プラチナ認定された。スイスでは2枚組が3倍プラチナ、シングルが2倍プラチナ認定された。ドイツではウィーン版がゴールド、ハンブルク版が トリプルプラチナ認定された。オリジナルアルバムの世界中での売り上げは約二千四百万枚とされる。二千十一年十一月十五日にイギリスで二千十二年二月七日にアメリカとカナダでライブ CD ザ・ファントム・オブ・ザ・オペラとザ・ロイヤル・アルベルト・ホールがリリースされ、さらにブルーレイ、DVD のほかロイヤル・アルバートのコンサート、オリジナルキャストレコーディング、続編、 ラブネバーダイズが収録された、コレクターズボックスもリリースされた。1987年、ジャコモ・プッチーニの遺産相続団体は、オペラザの怪人のミュージック・オブ・ザ・ナイトのクライマックスのフレーズが、プッチーニのオペラ、西部の娘のクエロチェ・トシートのフレーズに似ているとして、裁判を起こした。金額は明らかにされていないが、時短となった。1990年、 ボルチモアの作曲カレーレップがオペラ座の怪人タイトル曲が1978年にレップが作曲したティルユーを元にしているとして裁判を起こした。ロイド・ウェバーはティルユーがそもそもロイド・ウェバー作曲のヨセフ・ザ・アメイジング・テクニカラードリームコートのクローズ・エブリー・ドアの盗作であるとして対抗訴訟を起こしたがうまくいかず8年を費やし 陪審員裁判でロイド・ウェバーの勝訴となった。ロジャー・ウォーターズはインタビューにおいてオペラ座の怪人のタイトル曲のコードが半音ずつ上下する著名なフレーズは1971年のピンク・フロイドのアルバムおせっかいのエコーズのベースラインの盗作だとたびたび主張している。本当に憂鬱であるが時間の無駄と語り法的措置はこれまで取られていない。 ロイド・ウェバーのオペラ座の怪人はいくつかの言語に翻訳され、20以上の国で上演されている。これらの公演は、舞台装置、演出、大道具、衣装デザインなど、すべてがロンドンのオリジナル公演で使われたものと同等のものを利用している。唯一の例外として、幕合いなし、上演時間95分のバージョンのファントム、 ラスベガススペクタクルが2006年6月24日からラスベガスのベネチアンホテルカジノで初日を迎えている。この上演版はオリジナルの演出家であるハロルド・プリンスが演出しており最新の技術と演出効果が特徴。さらに凝った装飾で建てられた劇場はパリのオペラ座を模して作られたもの。オペラ座の怪人の移動公演を行っている劇団が2つある。 一つはアメリカとカナダを回っている劇団であり、もう一つは東南アジアを回っている劇団である。1988年1月9日、ブロードウェイのマジェスティック劇場でプレビュー公演が開幕し、1月26日に正式に開幕した。クロフォード、ブライトマン、バートンがウエストエンドに引き続きブロードウェイ公演にも出演した。 現在もマジェスティック劇場で上演中であり、2012年2月11日、ブロードウェイミュージカル史上初の上演回数1万回を記録した。2013年1月26日、25周年と上演回数1万400回を祝した。2位以下と上演回数3000回以上を話し、ブロードウェイ史上最長のロングラン公演作品となっている。 2011年10月1日と2日にロンドンロイヤル・アルバート・ホールにて開催。キャストカウテンコールにキャメロン・マッキントッシュ、アンドリュー・ロイド・ウェバーが登場し、続いてオリジナルロンドンキャストを紹介。その後にマイケル・クルフォードとサラ・ブライトマンがホール中のスタンディング・オベーションの中、舞台に招かれた。最後にサラ・ブライトマンと歴代代表するファントム役が ファントム・オブ・ジ・オペラとミュージック・オブ・ザ・ナイトをリレーで歌い、ロングランを祝った。2011年25周年を記念して、オペラ・座の怪人上演権保持者のリアリー・ユースフルグループは一定の権利を与えた。2011年4月、テネシー州ノックスビルにあるセントラルハイスクールがこの権利の下、オペラ・座の怪人を上演した最初の学校となった。2012年、 イギリスではエプソムにあるブレンハイムハイスクールが初の上演校となった。2013年、非営利団体に限り上演権が与えられるようになった。2013年5月、オーストラリアのメルボルンにある国立劇場にてクロックミュージカルシアターが世界で初めてアマチュアとして上演した。2013年6月、ダンデノングにある ドラムシアターにてウィンドミルシアターカンパニーが上演を行った。2013年6月、ニュージーランドのウェリントンミュージカルシアターにて、クリス・クロウとバーバラ・グラハムの主演により上演された。以下は、各国での初公演を時系列で並べた表である。すべて劇団四季による公演である。ポスターやメディアなどの宣伝でのキャッチコピーには、劇団四季のオペラ座の怪人は、すごいらしい。 が採用されている。ミュージカルの言語である英語で発音すると、ダーエの名前は、クリスティンだが、ガストン・ルルーの原作のフランス語での読みに従い、クリスティーヌと日本語版ではなっている。日本版では3種発売され、うち1種が絶版。絶版になった、この CD は、オークション等で高値で取引されている。ロイド・ウェバー、グレン・スレーター、ベイン・エルトン脚本。 スレーター作詞の続編はラブネバー大図となった。1999年のフレデリック・ホーサイスによる小説マンハッタンの怪人を大まかに元にしている。1907年を舞台にコニーアイランドでの新作ファンタズマに招待される。オットラウルと息子グスタフと共にブルックリンクに旅するのだが、 怪人によってこの人気ビーチリゾートにおびき寄せられているとは誰も知らない。2010年3月9日、ウエストエンドにあるアデルフィシアターにて、ジャック・オブライアン演出、ジェリー・ミッチル振付、ボブ・クローリー装置及び衣装デザインでオリジナルプロダクションが開幕した。2011年8月27日まで17ヶ月以上上演され、評価は賛否両論であった。 2010年11月から2011年春までブロードウェイでの上演が予定されたが、後にキャンセルとなった。2011年5月21日から改訂版がメルボルンにあるリージェントシアターにてオーストラリアプロダクションが開幕し、ベン・ルイスとアナ・オバーンが出演し、作品の評価はより高まった。2011年12月12日、メルボルン公演が閉幕し、 2012年1月にシドニーにあるキャビトルシアターで開幕し、4月に閉幕した。ありがとうございます。